こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケット、おはよう。松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。まずデイリーガチャなどやっていきましょう。ピコピコ、限定レア、イニシエのコバガチャ。お、SSR 来る。なんだろう、プリティキャスト。これは初めて、初めてですね。大逃げ場だ。伝説の80年秋の天皇賞優勝馬ですね。他はもうないんで行きましょう。大逃げ祭りでもやるんかな。作物ができてるね。農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。さあベスト馬体重は484キロじゃないかと思われます。まあ大根ですよね。お、嬉しいか。よしよし。ちょっと聞いてよ。パートナー調教。気象が気になるんですよね。まあまあかな。勝負根性も出てきたよ。いい感じだね。さあもう成績がね、よ全然良くないんで、うまく巻き返さないといけないですね。ねえねえ、瞬発力か。ただこれやると馬体が減っちゃいますからね。いい仕上がりだね。お、嬉しいか。そうそう、出走レースを考えましょう。3000はギリギリ持つかどうか。京都は大商店が良さそうですね。よ、今週はレースがあるよ。箇所は現時点ではちょっと厳しいな。またかってことはない。どうかな。あんまり良くなかったみたい。
人参か。この辺も育てないといけないね。まあまあかな。はい、何です？ラタジオ大成バッシリ京都大商店行ってみましょう。今度は買ってくれ。2.4 倍一番人気給湯立てですね。他はローズキングダム、そんなに差はないですね。ジャガーメールらもいます。札幌記念は2着でした。さあ果たして京都大商店はどうなるか。ジャパンカップなどを見据えたレースになります。京都大商店です。名だたる名馬たちが秋の前哨戦として選んできた一戦であります。京都大商店 2400m、 まずまずのスタートかと思います。正直中山は絶対不向きなんでね。ビートブラックが先手を取ります。9番ネコパンジー、そしてその後ろから2番ローズキングダム、その外マイネルキッズ、それからもう1頭7番オーケンブルースリー、その後ろ3馬身くらいあって4番ナムラバース、そしてそのうちにポゲッタブル、6番影の馬体ヤガーベイル、8番カタノキッチェム、これがしんがりであります。さあ予想通りしんがりです。9番ネコパンチが先頭です。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナーそれからビートブラック、それから離されましてローズキングダム、そして4番手にマイネルキッズであります。外から1頭オーケンブルースリー、ナムラマース、ポゲッタブルがそのうちにいます。6番ジャガーベイル、1番人気のカタノキッチェムは後ろからという展開であります。流れるようにレースが進んでおります。9番ネコパンチがレースを引っ張るようになりました。これを追って5番ビートブラック、その後ろ5馬身くらいあって2番ローズキングダム、そして4番手にマイネルキッズであります。外を通って7番オーケンブルースリー、4番ナムラマース、そのうち1番ポゲッタブル、6番影の馬体ジャガーメイル、1番人気のカタノキッチェム、エビナ騎手どのあたりで動くんでしょうか。さあまだ最高峰だが少しずつ押し上げてる感じはあります。このように一段すごい競馬になっていよいよ直線追い込んできましたね。直線伸びてくるのかどうか。先頭ネコパンチ、さあ前が止まらない印象はあるが、あそうでもないね。そうそう足が鈍ってきた。ローズキングダムも来てます。もう確実に伸びてますね。これは差し切った。一着指導戦を制し、まずはこう発進といったところであります。あようやく重賞を取りました。2着はオーケンブルースリーか。やったね。お、初出走だったんですね京都大商店は。スタートはまあまずまずっていうところですね。やったね。これ期待が高まる勝利でした。クエスト達成、やったね。元気だね。特別な会話、いい感じだね。これで温泉入らせて、ちょっとジャパンカップは間に合わないから香港あたりがいいのかなと思います。クエスト達成、やったね。ねえねえ、あ、でも486になれば戻せるのでいけるかもしれない。ジャパンカップ、そういえばさ、え、飲みに行くの？あ、聞き違いですね。仕事中ですね。はい。
よっぽど飲むの好きだな。486キロか。はい、何です？レーシングプログラム見ると3週後にジャパンカップがあります。で、一方5週後には香港ですね。どっち出すか、香港バーズになるかと思います。どっちを出すかはちょっと、考えて決めたいと思います。ねえねえ、こうしてちょっとやっぱりスタートが不安だったんですが、ようやく初重賞京都大賞典を取ることができました。これから飛躍していってほしいと思います。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。スターホースポケットお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。